どうもこんにちは、タカです。前回に引き続き妖怪ウォッチ2フレンドバトル2本目撮っていきたいと思います。インターネットに接続、前回は最後バグってちょっと落ちたんで、次はうまくいってほしい。 OK、 戻る。来るかな。お、コータコータさんお願いします。フリールール、レベルそのまま。よしよし、パーティーは変わってないんですけど、このパーティーで入っていきます。妖怪6級結構高いな。こっちまで妖怪初心者やから、フレンランダムバトルしたら上がるんでしょうね、多分妖怪ランク。こっち SC 妖怪多いんで、そこら辺どんなか。うわ、一発めっちゃ効果。ここが分かれ、行こう。相手の能力が分からんときは、やるしかない。お、狙える。よし。打たる。よし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 。いいよ。死ぬぜ。強いな。よし、いいや、やった。伸ば。おう、大がわ。やばい、やられそうやな、これ。変えとくか。一番いい。急げ、急げ、急げ。急げ。よし、いった。白熱に9しまった。ナルちゃん回復してくれ。どうも、死ぬぞ。死ぬ。そっち、なんでそっち行った。狙われやすいんだ。やられた。あー、ラちゃんもやられた。まずいな。新オーバー、いい勝負した、今いい勝負した。新オーバーやってくれ。おお、連続で強い。ヤマタ、ヤマタは HP がとりあえず高い。ガッツガッツガッツ、続く。よし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 、いいね。ヤマタ、あとジバニャンはもうやられてます。あと時間にやられた。山田八枚さん、よしよしよし。元帥からやろう。4元帥、オッケー、いいね。あれ、もう無理なのか。1回で無理なのか。こっちは間に合わない、やばいやばいやばい。向こうの攻撃が来てもそれだけは避けたい。が、向こうの速い。ブレン地獄、かっこいい。うわ、めっちゃ暗い。200クラット。こっちはツバメの100光線からの、からのいじみ御前、いじみ御前のフシフシドレイで回復。惜しいね。よっしゃ、勝った。勝ちましたね、勝利。決戦を制した。ありがとうございました。うん、フリールールも公式ルールも楽しい。あー、これ文字化けしとるパターンかな、雰囲気。四角さんなんかおれへんもんね、多分。あがんわ、これはちょっと一旦切ります。いやいや、通信障害ちょっとしんどいっすね。うん。よっしゃ、やるぜ。今ん
っとこ、4回 ?4 回か5回試合して、まあ、今日の話、パート始まって、まあ、1回目の試合やったんですけど、今日やった対戦で4回か5回やって、2回勝って2回負けとのは覚えてるんですけど、4回やったんかな、じゃあ。4回やって2002勝数。インターネットに接続。いやーもうこの通信障害だけは申し訳ないですね。戻る。来るか来るか。お、来た。あ、コータコータさんさっきやったんでちょっと、すいません。りょうさん、お願いします。まあ、時々、一回やった人と、もう一回やっちゃうこともあるかもしれないですね。忘れて。これは、公式ルールか。公式ルール。レベルは60統一。やっていきます。対決。とりあえず、ガローマズ、シシマルをできるだけ必殺貯めてから攻撃したいんですよね。僕のイメージとしては。それまでいかに耐えるか。おー、ケマもおる、ケマも。これは、シマルからやらな、まず。シマル、絶対。防御か、防御タイプか、防御タイプか、攻撃タイプに分かれると思うんですよね、シシマルは。アイテム2個つけれるんで、どっちかに、こいつが防御タイプやったら攻撃しちゃったら辛いな。よしよしよし。ケマも回復タイプなんや。初めて知った。この顔で回復タイプか。あ、まあまあまあ、癒し系ではあるわな。満を持す。よしよしよし。あ、ミスとか。ミスってな。よしよしよし。一本。針山さん行こう。針山さん。焦げね。よし。よし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 。おっとおっとおっと。どこか。どこやどこや。花巻か。花巻か。あれ。一本。あ、失敗した。マジか。すぐとこ悪かった。ギラン。ミス。こいつ結構ミスるな。大丈夫今は。多分イジリ岡田が結構強いんでこっちのパーティー安定してるんですよね。この一角とイジリ岡田のこの特敵驚き物の木もこの耐久なんで結構抜きにくいとは思うんですけど。よしここや。発見。87ダメージ。針山かゆっこ。とりあえず弱ってる時から倒すのが結束。よし、山だ。お、掛け合わせやつ6だけなんだけど反応しにくくないですか。チャージ完了の時計の6、いつもなんかあんまり合わないんですけど。お、ケマモン。ケマモン、おにぎり。何それ、おにぎりどこに持っとったん。キマモン、ドクターパンチ。うわー、強い。マジか。ここは、このままでいいか。よし、不死身御前か。死神、HP 集合。痛い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 。極楽。極楽いいね。フシフシドレイン。ちょっと察しとくか。フシフシドレインの後に入れたい。よしよしよし。じゃあここで全員お守り持たしてるんですよね。守りよしからのいった。大切なんか誰狙ってくる。うおー、めっちゃ強い。266。だがこっちは、海岸獅子抜刀。いけー頼む。
よし、いいね。ガードしとったんか。なかなかな。技使っとこう。素早さ。ポケモンも出てた。忍法、神風起こし。素早さだよ。来たんちゃうか。もうちょっとやろう。満落ち。よし、いいね。からの、あとはオークアの鍵だけ。満落ちしまう。この動画で言っちゃうんですけど、攻撃タイプなんで狙われるときついですよね。終了、ありがとうございました、今んとこ結構五分五分の勝率かな。勝率的には五分五分ぐらい。陣屋さん、お願いします。フリールール、レベル60統一。レベル60統一ということは、マイセット呼び出す。あ、フリールールはフリールールで作っとかなかな。公式やったら結構作ってたんですけど、このままのパーティーで、じゃあ行きたいと思います。いや、フリールール結構 S ランクが多いんでちょっと申し訳ないんですけど、そこは向こうも一緒か。うん、まずはここやな。出た、生ハゲ。生ハゲよ。よし、ハゲ強いな、絶対。え、マジで、めっちゃ強いやん。攻撃高すぎ。しかもあの一発で攻撃しかしてこない。逆にこの生ハゲ硬すぎて、うわ、勝てる気せへん。どうしよう、どうしよう。一番に行ってくれ。やか、よし、耐えた。来た、ジバニャン。いや、これもしかして一発攻撃タイプで防御振ってへんってことかな。あ、全然回復してった。うわ、痛い。めちゃめちゃ強い。動き前とした差がある。よしよしよし。あ、どうぞ。あ、見えたな。一体は抜きたい。あー、回復された。これはまずい。誕生ビッグウェーブ。うわ、ミスかよ。一体は抜きたかった。ボロ負け、敗北。相手にもならへんかった感じやな、俺。後ろには矢吹雄に信用は水庫かな、あれは水庫。いやー、強かった。ありがとうございました。めちゃめちゃ強い。レベル60統一やのに全く勝てる気がせへんかった。なんでやろ。フリールール来ました。フリールール、レベル60統一。悔しいな。悔しい悔しい。めっちゃ悔しい。それでいこう。いや、最初は結構取り付きしたいんやな、取り付き。取り付きでつっついてって感じやな。いくぜ。イオンさん、よろしくお願いします。対戦相手を持っています。フレンドバトル。結構なんかシンプルなようで、こ
奥が深いような気がする。お、いきます。対戦、いざ勝負。ニョロロ、うわ、どれからやろう。鬼食いからやろう。勇ましい、これ勇ましいやな、絶対勇ましいぞ。勇ましいはできるだけスピード、敵の攻撃が重ねる。どんどん、よしよし、一体抜いた。で、生ハゲ狙おう。生ハゲ、あー、避けられた。よしよし、やった。これは雰囲気、鏡やなんか良い感じがしてくる感じやったかな。ここはとりあえず一番に攻める、攻め抜く、行ってくれ。ミラーボディ、おー、27、おかしくない。逆列に呼吸、マッパにんにゃ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 。いいよいいよいいよ、極楽極楽では勝ち得られない。ここは力技でどんどん押していく。よし、あ、生ハゲ、生ハゲ。ここは一旦引っ込める。極楽、相手の必殺技をってなんか結構抜かれないかな。これは行ったんちゃうか、行ったんじゃないか。生ハゲ、ヤマタ、ヤマタも結構必殺技頼むの早いですね。さすがニョロロンゴ。よし、もらった、いけ、ヤマタン8枚ターン。雨でやられた、またこっちだ。よし、勝利、楽しいな。終了、リオンさんありがとうございました。ではでは、次が今18分19分ぐらいなんで、次ラストですね。交換じゃ、交換はいません。おティムさん、公式ルール、最後は公式ルール。よしよし、このパーティー、このパーティー結構気に入ってるんですよね。いきます。前3人は全員防御タイプなんで、なかなか抜かれないですよね。対戦相手を持っています。いくぜ、対決、いいよ、対決。いくぜ、いざ勝負。お、誰が狙う。フユニャンは幼児に持ってくるから、後回しにしとく。死んだり、まずはジバニャン。右のはブドウニャンですかね。よしよしよし、
ラニ。あ、キューニャン、キューニャン。この防御体勢の3人はなかなか抜かれへんはず。勇ましコンボくらいで。エレンから行こう。ここはよし、こうしとこう。あれエレンくんやばい、ガローンが死ぬ。よし、よし、いった。あー、耐えられた。1体で1体で受けられた。やばい、耐えた。ただただ削っていってるぜ。順調に削っていってる。よし、ワゴワゴやった。次はクリス松村だったか。クリス松村、クリス、名前はリトルク。チャージ完了。本物の百光線いってくれ。シーナル、味方のものね。あ、戻った。あ、ウルテバリア、これは防御系かな。狙われやすくなる。そんなに防御力ないような気がするんだけどね。結構高いな。よしよし、あ、いいわ。あ、こっち2人とも攻撃タイプちゃうからね。あらら、間に合うから。あ、間に合わなかった。マジかよー。これつく、ガッツつく。よし、陽気を吸収。うん、取り付いた相手の攻撃減らすんだけど、結構勇まし系にはきついな。勝利、最後は勝利で飾るものだった。おティムさん、ありがとうございました。よし、今日の対戦はこれで終わりかな。ごめんなさい。あ、オフラインにしたい。いえ、というわけで、今日の対戦はここで終わっておきたいと思います。またちょくちょく番外編というか、まあフレンドバトルは僕もやっていくんで、またその時はよろしくお願いします。では今回の動画はここで終わります。ありがとうございました。